どうもこんにちは、モンブランです。今回はゲスト、自称パズルゲームの匠ぴょん吉さんによるシャーロックホームズの遺言か、はい、の実況を始めます。じゃあぴょん吉さん、ちょっと前回のストーリーをおさらいしてください。もうね、はい、ストーリー気になってしょうがないんだけども、覚えてられないんだよね。そうですね、私も久々なのでちょっとストーリー忘れちゃってて、前回どこまでやったっけっていうのはさっき動画で確認しました。お久しぶりです、ぴょん吉です。それでは前回はですね、新聞記者さんのお家にですね、まあ、勝手に不法侵入いたしまして、ホームズ君お得意の、不法侵入ですね、これでいろんなものをこう探検して、どういうお客さんが来てたのかということで、隠し扉を見つけて落ちてた帽子を拾って、まあ、シンデレラのガラスの靴のようにですね、ちょっとこれは一体誰のものなのかというところまで分析して、ベーカー街に帰ってきたところですねまで進めてましたので、そこから続きを再開したいと思います。はい、久しぶりのホームズさんですね。それでここにですね、確かシルクハットの帽子を置いてると思うんで、これを前回は見て誰のものだっていうのを、やってました。すごいですね、こんなリボンとかまで見てね、この人は結婚しているとかね、なんかここに入っているこの引っかき傷が入ってるのを見てですね、両サイドにメガネをかけてる人だとかというのをいろいろ分析してました。はい、それではですね、この人物がもう少しどういう人なのかというのを、調べなきゃいけないみたいなので、なんかどっかにね、天の声です、この辺になんか資料があるというふうにね聞いたんですよ。ぴょん吉さん、それよりもね、これ一体何の事件だったっけ？これなんか3人ぐらいもう死んでるよね。なんかいっぱい死んでますね、これね。うん、そもそも、あれね、なんか公爵夫人だかどうだかいう、あれ違ったっけ？公爵夫人が不倫してたんじゃなかったっけ？違うか。なんか犬飼ってて、なんかね、死んだりとか、なんかね、心中盗まれたりとかしてたよね。まああれはまあ、あのプロローグ的なお話だったので、これかな、ね、なんかとりあえずね、犯人が知りたいんだよ。そうですよね。え、お、どの判事が記者を訪問したか。ああなんか音楽の教科書とかに出てきそうな人たちですね。ああ、ひげ描いたよね。ね、なんかそうね、大体みんなね、おでこに肉って書いたり、ほっぺたに渦巻き書いたり、なんかね、落書きするんですよね。おでこに肉とかちょっと古いですね。あ、もう年バレちゃうね。うん、大体教科書にする落書きってね、みんなそんなもんだよね。で、まあ、今まで得た情報をからですね、記者の家に訪問していたお客さんがこの中の一体誰なのかということを分析しなきゃいけないわけですよね。この人に書いてあるじゃない？そうなんだよね。この人帽子かぶってないよね。葉巻を吸うかどうか、どうしてわかるの？葉巻をしてんじゃねえの？これなんか葉巻？あ、葉巻？分かったよ。ぴょん吉さん、これは私でもわかりました。はい、あ、そこを見て、ね、下選ぶんだ。まず帽子をかぶってないから、かぶってないね。あれはズラをかぶってる。それは浮いてるもん。ズラはズラであって帽子ではないということで、葉巻数かどうかわかんないね。メガネはかけてるよね。指輪してたから。なるほど、そういうチェック方式なんだ、これね。指輪して、あ、葉巻手に持ってるね。葉巻手に持ってる、指輪してるから結婚してる、灰色かかった髪っていい。モノクロですよ、これ。モノクロですよ、これ。モノクロだからみんな灰色だよね。そうですよ、ね、しかもこれ、浮いてるところ見るとズラだよね。出ましたね、この理不尽な感じの。理不尽パズル。理不尽クイズ。これさ、私、あの、写真だったらわかるんですけどね。ねえ、というか、あの、自分男じゃないからよくわからないんだけど、たまに、
なんか髪は白髪なのにひげとか眉はしっかり黒い人っているよね。単に髪の抜け替わるスピードが違って白髪になってるなってないっていうことだと思うんだけど、こうなるとさ、その灰色がかった髪なのかどうかってどこで判断したらいいんだろう。ずらだから、ずらだから分かんないよね。分かんないでチェック入れないのが正解、いいのかな。この人はもうまんまだね、帽子かぶってる、かぶってる、ハマキスかどうか、どうして、あ、ハマキ持ってるね。メガネかけてる、かけてない、あ、でも手に持ってるよ。お、本当だ、鋭い、手に持ってた、手に持ってた。これ結婚してるか、あ、指輪してるね。いやー、みんな律儀にちゃんと指輪してるね。髪わかんないでしょ、これわかんないけど、一応灰色かかっ、まあ、いや、わかんない、真ん中ね、左右に比べたら灰色だよね。灰色だよね、左右の人に比べたら灰色。まあまあ灰色ってことでいいか。この人帽子はかぶってないね。この人もズラだね。どう見てもズラなんだけど完全になんかマフラーみたいなズラだよねでもバッハとかもみんなね、なんかこういう、あれ中世の人ズラかぶってた。あ、そう、うん、ハンジさんとかね、あの有名人とか、要は人前に出る人は大概ズラかぶってるらしいので。不思議な文化だよね。不思議な文化だよね。まだアデラ、うん、とかいう、そういうところはなかったんでね。あれコスプレなの。帽子は手に持ってる。葉巻吸ってるかどうか分かんないね。手に持ってるのスティッキだし、右手隠れちゃってるか分かんない。メガネはかけてるね。ポケットとかからなんか見えない、見えないな。見えないんだよね。あ、結婚はしてますね。だからズラかぶってるから灰色かかってるかどうか分かんない。いやいや、これは難問ですよ。これ、あ、でもこれヒゲ白いよね、これ。ヒゲ白いね。ヒゲ白いよね、これね、うん。ちょっとカーネル・サンダースっぽいよね。うん、よし。あ、絞らへんにできた。It is him. Judge Beckett. ベケットマンジ。自動的に決まった。This hat belongs to Sir Coutts Beckett のものだったよ。マジか。ハンジだって。驚くような偶然だ。Yes, that's it.What an extraordinary coincidence. Holmes, I was reading something about him in the Globe Explorer earlier this morning. Decidedly, this Beckett seems to have solid ties with the Gutter Press. I bought it in the rush and ran off without giving me my change. I'm sure that I've seen him before. And spare me the details, Watson. Show me the article. 寛大な貴婦人。名誉高きクーツ・ベケット判事の妻、キャシー・クーツ・ベケット夫人は、恵まれない子供たちの教育のため、時間やお金を惜しみなく与える優れた女性である。ロンドンのほとんどの名門書家は、彼らの豪華な大邸宅に閉じこもり、貧しい者には閉鎖的である一方、ベケット夫人は開放的なのだ。点点点。読み書きできない無学な子供たちのために学校を設立している。わあ、素晴らしい。開校してもう8年になり、我々の推定によると現時点で約150人近くの子どもたちが読み書きを習得した。あー、すごいですね。夫人の寛大さのおかげで、これから150人もの子どもたちは古事記という事態を避け、意義ある職に就くことが可能になっている。だがこれだけではない。文化や教育の機会を与えるだけではなく、ベケット夫人は時折子どもたちを休暇旅行に連れてって言ってる。まあ、なんて優しい人なの。まあ、なんかそういう立派な人の裏の顔みたいなのあるんじゃない。ああ、なるほどね。ドラマあるある。あるあるだね。うん、ドラマある。ああ、なるほど。はあ、ということはベケット判事は一緒に休暇を取れないようだ。ロンドンにいる。はあ、キャシー夫人は休暇を願っている。はあ、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 はあ。So.Lady Beckett is on holiday in Portsmouth. That means her husband is at home alone. Good. なるほど。We shall pay a courtesy call. 挨拶訪問するとしようって。いないって分かってるのに行くってことは、また不法侵入する気満々だよね。相変わらず字幕開業されてんだよね。長いよこれ。長いよ本当。もっと簡潔に。読むだけで大変だよ。It's true that it's surprising. Perhaps he simply wishes to avoid being seen in the company of this Farley fellow. Mr. Kirby, our local postman owes me a favor. He'll give me Beckett's address. At
this hour, you should still be at the post office. ワートソン、ここに来て人脈出してきました。But be quick about it. While you're gone, ユーノワトソン、本当有能だよ。ね、前回の動画まではね、ずっと何聞いても、次はどうするしか答えない、あのワトソン。本当だよ。本当だよ。完全になんかホームズの犬って感じで。Don't get too comfortable, Watson. We're leaving immediately. お茶もできないのかいって。ね、なんか右上にいっぱい出ましたけど、あれ何のアイコンですかね。あのここが更新されたよっていう。トソンメモか。そうそうそう、あの会話が全部こうやって、あのこのゲームの優しいところ、字幕が長くてついていけない人とかがもう一度このやり取りを見れるわけですよ。なるほど。それが更新されると右上に、ここは更新したぞベイベー、パズルは優しくない優しくない。あれ、じゃあどっか移動するのかな。ファーリーの事務所、ベゲット判事。次はじゃあベゲットさんの家に行くのかな。This is the front of Judge Beckett's property. ベゲット所有地の表側、とてつもなく大きな、はあ、すごいお屋敷。Who says that crime doesn't care? さっきまでのあのなんとか街みたいな、ね、なんか食べ物くださいって言ってたね。大違いだね。格差が、格差がね、そうそうそう、激しいよね。日本のね、歴史しか知らないからさ。こんなんだったんだ、海外って、みたいな感じ。そうそう、なんかゲームを通して海外文化を知るっていう不思議な体験。しかもちょっと年代古いけどね。あ、オートセーブが入りましたね。ポンピン。ピンポン鳴らせる。すごい可愛い音。No reply.House seems empty. Shall we wait, Holmes? No, we shall enter discreetly. The judge's absence is a blessing. 本当にさ、ホームズ君はもうね。ホームズさんはあれなんですかね。判定なんですか。空き巣なんですかね。ギリギリのラインですね。もうこの人常にグレーゾーン。終わりよければ全てよしの人だから。そこがね、本当にあ、もう本当に原作でもね、なんか終わりよければ手段は選ばないっていうのはもうこの人のこの人の常套手段です。 あそこにいるお姉さんに声をかけてみよう。若干サイコパス的な、うん、だから友達いないっていう ね、 あ、なるほどね、うん、敵が多いっていうね。ちょっとこのお姉さんに話しかけてみる。知り合いか、まさかの。またお会いできて。覚えてるのに、さっき素通りしたじゃないか。その素敵な笑顔を通りかかった時忘れてただろう。お世辞です。実際はあの女性に興味ないんです。どこに出るもいるお姉ちゃんぐらいにしか思ってない。This brief meeting has been very pleasant, but sadly, I must leave you, my dear Lucy. I'll see you soon, Doctor. え、また後で。また後でなんだ。何かあるのかもしれない。って思ったんだけどね。何もなかったな。いや、それは尊敬じゃないですか。ほら、コナンでもほら、最後の方に急にまた出てくる人とかいるじゃん。そう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 、忘れた頃に出てくる人っていっぱいいるからね。一概にね、そうそうそう、なんかね、一概にあの全くの、うん、なんか今何か調べられる虫眼鏡出た。We must find a way to get into this building. Very well, Holmes. わかったよ、ホームズ。この無駄な会話。これこれこれ。Someone moving. 誰かの引っ越しだ。Even the residents in the well-off area are having to leave. こんななんか、最強高知だよね。そんな時代背景だよね。ね、こんなお屋敷に住んでても引っ越さなきゃいけないってどういうこと？どういうことなの？あの人たち話できないの？あ、こっから先行けない。見えない壁。見えない壁がある。バグじゃないですか。だってほら。使用ですか。ほら、その場で足踏みしちゃってる。ダメだ。こっから先行けないのか。なんてことだ。じゃあこのお屋敷に入るときどうやったら入る。そこ曲がり道あるな。あれ、さっき鍵穴みたいなやつこじ開けられなかったの。あ、こっち、こっち行けるよ。こっち行けないのかい。あ、おててマーク出た。
あ、まさかの開いてる。なんて不用心なの。開けたよこいつ。開いてたのか開けたのかわからないけど、スタスタ入ってくね。こう、不法侵入なのにもう堂々とした。堂々とした。もう盗っと竹田付けシートはこのほどです。ワトソンに柔らかいピンがいるな。見つけてきてくれないかな。わがんだよホームズ。ワトソン、ワトソンターン。へえ、ワトソンだってあっちの馬車の人たちはもうあっち行けなかったじゃん。どっかに何かあるの。柔らかいピンなんてどこに落ちてんの。そこで、あ、そこであの女性、そこでこの人なのか。髪留めてるピンとかもらうんじゃない。それだ。はい、ルーシー。You have no idea how heartlifting it is to meet you here. 必ずお世辞から入るんだね。さっきから花屋だったじゃない。Oh yes, doctor. I'm a florist. なんでさっき聞かなかったんだよ。あ、人妻だったから私本当にあんまり興味ない。ちょっと遠慮してたのか。不倫はさすがにまずい。Not at the moment, Lucy.柔らかい金属棒が必要なんだよって。植物のつっかえ棒なんか。何？貴様、なぜそれを分かったんだ。アパートの扉が開かなくなってしまった。ワトソンの代わりにある日こうね、労働したらルーシーになってくる。気がついたらルーシーを操作するになる。何？実は味方だったのか。あー、でピンを手に入れた。え、入手できたの。うん、マジで。うん、ルーシーが何かを悟ったかのようにドバイに侵入するんでしょ。だったらこのピンがいいわって。あー、字幕読めてなかった俺。それで今ワトソンがなんて見上げた女性なんだ、なぜ私が求めているものがそれだと分かったのかね、みたいな。いや、できすぎて、ね、こんな感じで字幕的にはキスするしかなかったんだよ俺。話ができすぎている。 Here you are, Holmes.パーフェクト。ホームズになった。はい。はい、ホームズ君。ピンを使って窓を開けるんだ。あ、そうかそうか、右上にアイテム出して。またこれ。これは。出た。曲げるやつだ。曲げるやつだよ。どこから調節できるの？こっからか。要は上と同じ角度になればいいんでしょ？そのようだ。こんぐらいあるよね。こんな感じかな。よっしゃー、うん、いろいろ突っ込みたいところあるけど、まあそこはいいだろう。ここには何は突っ込んだんじゃない。いいんじゃない、それで。よし、通れる。勝手に人んちのキッチンに。アンジーの細君はクラスで教えることに加えて食事も作っているらしいからな。あ、このうちはね、出かけるときに暖炉に火つけっぱなしだよこれ。大変だね、危ないね、うん、火事になっちゃうこれ。クッキングオイル、クッキングオイル、オリーブオイルって書いてある。これが何かのフラグかな、これ。あの油をこう撒くのか、床に撒いてこう追ってくる感じ。Something interesting here. なんでそんな忍者みたいなことする。またこれ。わかんないな。オール受け。俺が見たシャーロック・ホームズの映画そういうやつだったら。何を見たのかね。あ、いやいや、だからアイアンマン3の人がやってる。ああ、はい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 。殴ったり蹴ったりだろう。はいはいはい。五秒先ぐらい。ロバート・ダウニー・ジュニアさんですね。もう俳優の名前はわからないけど。ジュードローと一緒にやってたんですね。見事な教室だな。子供たちは本当に運がいい。いや本当だよ、こういう時代にね、こういう人がいないとね。愛するキャッシー。焼かれた紙とか出るよ。違う、これビケット判事から、ビケット判事から、ね、愛するキャッシーが奥さん宛てに書いてる手紙だね。なるほど。君が帰宅してすぐにこの手紙を見つけられるように残しておこうっていう手紙を勝手に読んでるんだね、この人たちは。なんという、まあ、不法侵入してるからね。ああ、君が家に着くとき私はおそらく家にいない。なんだと。現在大変重要な件に関係しており、どうしても出かけなくてはいけなかったのだ。現時点での取り調べでこの件の性質とその影響性を考慮した結果、
一刻も早い首相との面談が必要になった。判事なのに。なんかすごく重要人物じゃない、これは国の。ね、この国の一大事になりかねない。しかし心配はしなくてもいいんだよ。君は生徒たちと旅行を楽しんでほしい。帰ってきた時にの奥さんに向けてるのに、旅行を楽しんでほしいって。旅行はどうだった？の間違いじゃないの？そこ突っ込んでもしょうがないか。生徒といえばどうやらその中の一人が私のオール受け2個を持ち去ったようだよ。なんだとは。手癖の悪い子がいるな。この記念品が私にとって大変貴重なことを君は知っているだろう。私の若き時代のニューヨーク協定選手権の勝利品なのだからね。へえ、君の力でどうにかしてそれらを探し出してもらえれば大変ありがたい。それにもう一つ、お菓子入れの戸棚が壊されていることに気がついた。あ、もうフラグですねこれね。私はいつでも君の冒険的事業や君の人道支援活動を運営してきた。それに彼らが路上でふんたらかんたら。はあ、はあはあ、ああ人のものを盗むやつを教育しろと、そういうことですね。なるほど。これ結構ヒントを、これヒントですね。これね、だいぶヒントですね。なんだこれ。あ、出た。なんだ、小さい金属の音が聞こえる。爆弾じゃないの？何？ノーヒントじゃん、まだ。これ何するのこれ？いや、これちょっといくらなんでもこれ情報なさすぎ。なんかさっきの今までだったらあれじゃない、ポーツマスに旅行に行くとか言ってたから、ポーツマスってとこあるんじゃないの？ないの？そこに合わせると開くと。ちょっと待って、まだまだまだ情報がなさすぎる。This is a photo of the judge and his wife. 判事と夫人の写真。This photograph was taken on Judge Beckett's wedding day. 結婚式の時に撮られたもの。ちょっと所持品を見ようか。所持品。あれ、これ拡大できないの？あ、できないっぽいな。どこかで使う場所じゃないとダメなんじゃない？いや、バイオハザードだったらこう出てくるよ。あ、写真ってここに出たよ。本当だ。あ、ここで見れるんだ。なんで？どういうことなんで？なんでこの箱の上で写真が見れるの？何これ、これの位置を示してるの？これの何か、これを何かってこと？インドじゃないの？牛がいるから。牛じゃないわ、象がいるから。インド。でもっていうか普通に後ろにボンベイって書いてあるよね。あ、本当だ、ボンベイって書いてある。ボンベイって書いてあるよね。ボンベイってどこの国？ボンベイってなんだっけ、インドでしょ？インド、インド、うん、だからほら後ろに象がいる。あ、象なの？ボンベイ6時、意味あるのかな。あー、なんか6時意味あるのかな。こっちの写真は、これはロンドンだね。ロンドンだね、うん、ほら10時ぴったりじゃん。絶対意味ある、ね、時計がなんか絶対意味あるよね、あれなんじゃない。あー、あったよね、ほらロンドン。ああ、ロンドンあるね。とボンベイ、ほら、あるじゃん、うん、問題はこれをどうするのかだよね。There is some connection between city 都市と箱の上の番号には何か関係があるような、必要な、まだ解くことはできない。何か足らないみたいな。The clock points to 6 p.m. 6時を指してる。あ、これをちゃんとクリックしてちゃんとやらないとダメなんだ。真夏のボンベイ。ああ、これでボンベイで6時っていうフラグを立てました。そういうことでしょ。そういうことだけど、フラグとか言っちゃダメだ。だって情報が足りない、写真見たのに情報が足りないって言うからさ、そうだ、ね、もう一旦口に出さなきゃいけないんでしょ。そうだ、ね、そうだね、そういうことでしょ。これでなんだっけ、これね、フラグ立てないといけないのか。ロンドンが10時だったよね。これはどうすればいいのか。直感的にはあったっていう人向けにはなってないよね。いちいち調べないといけない。これでも縦横、ロンドンに10時にしたいときはどうすればいいの。これ縦はどうするの。縦はポチってやるんじゃないの、ロンドン。 It is a wedding present. ポチってやる。あ、行った。で、あとは、あとは、ボンベイが6時。
え、6じゃないの ?18 時あ、なるほど、ね。あ、18時だ。あ、ここだけ軍隊式の。来たー軍隊式の24時間表記。20だね。できたぞ、至って簡単なこと。嘘つけ、全然簡単じゃなかったよ。最初全く意味がわからんかったもんね。ほんとだよ。これを簡単だって言ってるのはね、もうホームズくんだけなんだよ。で、机の周りは何もない？何もないかな？何もなさげ？あ、 あっちにお手手マークがあるな。あ、自動的に移動してくれた。助かる。相変わらず操作性がね、下手で、あの、画面酔いする方ごめんなさい。親愛なる娘よ、ベケット教と結婚してくれて、私は本当に幸せな父親です。あ、じゃあ奥さんのお父さんからの手紙だね。ベネガード校って書いてある。ベネガード校。ベネガード校っていう人が、奥さんのお父さんなのかな。たった一人の娘。濁点、ね、が多い名前の人にちょっと得意じゃないの。ベネガード。噛むな。そうだね、ほとんど濁音だね。滑舌があんまり良くない方だから。ああ。確かに。ね、ちょっと実況とかで自分でもね、後で見てね、滑舌悪いなこの男って思う時がありますからね。この機械仕掛けの平面天球図、あ、さっきのやつか。あ、これを先に見ておけば数字の組み合わせってすぐ分かったんだ。なるほどね。まあ、まあね、なんでも立派な女性だ。自分に子供ができないから他の何百人もの子供の面倒を見ようと決めたのか。あ、母性本能がある人なんですね、きっとね。おてて、マークいっぱい手が出たぞ。クラスのクラスのことなんじゃない。古代ギリシャ。古代ギリシャ。ネジがつっかえている。これでは黒板は回転しない。なんだと？ドライバーかなんかいるの？これ。使えている。ネジが使える意味がわからない。わあ、塗装は何もせず立ってるだけだな。本当だよ。ちょっとネジが。ワトソンにはこれ給料払ってんの？次は何をしたらいい？あの黒板のネジ使えてんの、なんとかしてよじゃあ。ワトソン、なんとかしなさいよ。ワトソンって何？女性ってどういう仕事？あのね、ホームズに言われたことしかできないタイプ。ああ。君は何かね、1から10まで言わないと何もできないのかね。いや、でも勝手なことをすると、あの、逆切れされるから。ああ、そっかそっか。あれじゃん。めんどくさい。めんどくさい。気難しい音。ああ、まただよ、何これ。ゲームの説明って何？課題、利用可能な軸をすべて使い、次の論理に沿った順番をローマ数字で探し出します。どの数字も10以下であり、それぞれの合計は前の合計より上にならなくてはいけません。数字、ローマ数字ってことはこれ10だね。10だね。は一度だけ使うことができます。これゲームの説明になってる。これどの数字も10以下、これどこから始めたらいいのかな。軸いっぱいあるよね、うん、どういうことかなこれ。ん、どの数字も10以下、それぞれの合計は前の合計より上にならなくてはいけません。なるほど。1と2ってやったら次は3以上じゃないとダメってこと。ここは足す3、足す3、10以下でやらなきゃいけない。軸を押してみてどうなの？回す。この軸をどうやらここにはめ込むのかな？だって回すって出るよ。あ、多分ね。回してみてどうなのこれ。え、あ、動かすのこれ。え、あ、回すってそっちに回すんだ。あのほら、ローマ数字だからほら V 出てくるじゃん。 V を作るときに傾いてないと V にならないさ。いやっていうことなんじゃない？これ箱から棒が入ってて、この軸を回すと数字が出るのかと思ったら、その棒を持ってって置くってことなんだね。
利用可能な軸をすべて使いってことは全部使ってやらなきゃいけないの、うん、じゃあここ単純に 1+3 は4だから10以下でいいじゃんっていうのはダメってこと？いや、いいんじゃないですか。でもほら、すべて使いだから、いやいや、この軸全部使わないといけない。よく見てください、盤面に 1,2,3,4 って書いてあるじゃないですか。うん、ここね、1,2,3,4、うん、1の足し算の結果が2の足し算の結果よりも小さければ、大きいから、あ、小さければ、うん、2の10以下でそれぞれの合計は前の合計より上にならなくてはいけない。で4まで。だからこ1を一番小さい数になるようにしてちょっとずつ大きくしていけばいいんでしょ？っていうことだと思いますね。そういうことだよね。とりあえず2本入れて2にしたら、数字 x は一度だけ使うことができます、うん、ということは全部の数字を10以下にしなきゃいけないんだから、プラスのところに10は入れちゃダメだよね。あ、そうですね、でしょ、どの数字も10以下にしなきゃいけないんだから。そうです、ね、プラス3のところに10入れたら13になっちゃうから、10入れられるのここだけだ。そうですね、は、鋭いですね。そういうことになるよね。そうですね。ただ10っていう表記をどうするの、これでこういうことでもあれ傾きが足りない気がするんですけど、でもここまでしか動かないんだもん。動かないんですか。そうだから、仮に 1+3 は4、うん、でここを4より大きくする5にするためにはここに2本入れればいいよね。はい。で2+3 は5、はいはい、で5より大きい数字にするためには6にしなきゃいけないから、10から何を引けば4だよね。3引いて6でも、6でもいいのか、いいのかっていう話じゃないですか。6でもいいのか、6でもいいのか。え、だって5でしょ、右上が。3本置けばいいんじゃないんですか。あ、じゃあそういうことか。そしたら10から、あ、でも10から6引いたらダメだ4だから小さくなっちゃう。5よりでかくしなきゃいけないんだから、6にするためには4引けばいいのか。 4ってどう書くんですかこういうことでしょ。そういうことか。そしたら10から6、4引いたら6になるから、うん、でここを今度は7にするためには、はい、3+4、7ですね。うん、でもここで1回4使ってるけど、4、2回使っていいのかな。どっちにしろそれじゃあ1本余る、2本も余っちゃう。2本余るんだ。うん、ほら、しかも終わったことになってないじゃん。本当だ。ってことは1個ずつ増やしてみる。あ、それはありかな。そうすると 2+3 は、うん、5ですね。5、はい、で6、6ですね。でここを7にするためには、はい、3引けばいい。3引けばいいんだよね。3きた。ではい、ここを8にするためにはここを5にすればいいんだよね。あれ、でもそしたらまた1本余っちゃう。6足したら9でいいんじゃないですか。 V をですね、左側を V にして右側を、ね、これで一応ルール、いや、それ4ですから、今の4ですから。そしたらそれを逆にすればいいのか。あ、そう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 、まっすぐにすればいい。お、来たんじゃない？来ないのこれ。ダメっていう。違うの？なんかほら、いたって簡単なことさって言わないじゃん。5、6。じゃあもう一個ずつ足していくしかないね。3たす3は6。で、こっちを7にするためには、4を足せばいいんだよね。そうですね。ということはこっちをこうする。でここは同じだから、6、7、8にするためにはここを2引けばいいんだよね、うん、でここを9にするためには6にすればいいんだよね。こういうこと。パーフェクト。あ、来た来た、すごい来た。さすが匠。いや、偶然だと思うんですけど。ええ、ちょっと待って、何これ。あれですかね、あのこんな仕掛けで警察署に置いてあるやつじゃね、小学校とか
さすまた。そう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 、あの人こうやって腰にギュッてやって、あれじゃないんですか、ね、ちょっとさ、え待って、大きさおかしいよね。さすまた入って、こんなちっちゃい、こんなちっちゃい箱にさすまた入る、こんなだよ。あのなんか違うんだ、うん、さっきも出てきてたけど、あのこのベケットさんって青春時代、学生時代なんかボートか協定かなんかやってたんだよね。あのボートのさ、あのオール受け、はいはい、ボートに突き刺してそこの上にオールを乗せてこうやってやるやつ。よく覚えてますね。あれだよ、私忘れましたけど、その設定手がなくなっている。昔入れだ。なんかほらベケット教の手紙にあったよね、うん、取っ手がなくなってて、うん、なんかお菓子入れがどうたらこうたら。取っ手を探せってか。取っ手を探してここを開けないとダメっぽいな。どうしてなのよ。これは何も見れないの？このボードになんか写真貼ってあるけど。あ、外に出れるのかな。あ、隣の部屋もあるのね。隣の部屋もあるね。あ、こっちも行ける。なかなか奥広いじゃないですか、これね。広いね。あ、上に行くだけ無駄だって。So there is no risk of anyone coming down and surprising us. はいはい。あ、おててマークが出た。お菓子入れの戸棚の取っ手を持ち去ったいたずらさん、速やかにそれを先客してください。あ、生徒に向けて先生からのあれだね。ドアノブが今週末までに元の場所に戻っていれば誰にも罰は与えません。うわー、どこも一緒だね。あのさ、はい、みんな目つぶって、何々くんの何々を取ったのは誰か、先生、あの正直に言ったら怒らないから、あのみんな目つぶって犯人は手挙げてってやつ。クラス全体を居残りにするしかありません。あーなんだ、なんかほらどこの学校にもいたずらっ子はいるんだな。ああまあまあ子供のやることですから、まあもうお前に話しかけるのは嫌だよ。あ、話しかけちゃった。操作ミスですかね今。うん、あのね、向こうに見えてる、あの奥に見えてる、話しかけたくない言うたわりには話しかけてますね。うん、奥に見えてるね、あの、We are making headway. あ、なんか拾った。操作は進行してるみたいな、一体どんな意味なんだ。え、どういうこと、今のは見れないの、これ何、ベケット教の記録。あ、見れないんだね。あ、ほら、オール受け、オール受け、鍵。あ、やっぱオール受けだったんだ、オール受けなんだね。あ、右上なんかその手紙選べましたけど。あ、今ね、これあのほらくるくるくるで選べるの。何に使うんですか、ね、もういっそのことをマッチで全部火つけたろかって思うんだけど、まあまあまあ。いやいや、ちょっとそうなるとまた別の事件になっちゃうから。別の事件になっちゃって、別の事件になっちゃうから。犯人はホームズみたいな。あ、分かっちゃってるから、ジェームズ君だって。 This overall belongs to the young James. この少年はジェームズ少年のものだな。なんか落ちてる。生徒の上着のポケットから落ちたお菓子の包み紙だ。The young James has stolen the handle to the sweet cupboard so that he can pilfer it whenever he likes. 彼の机を見つければとっても見つかるだろう。机を探せって、すぐ机探せってか、ジェームス君。座席表とかなんか、ホームズ、ワトソン。ゴリゴリに押してきてる。何がしたいんだワトソン君。それには何をしたらいい。ジェームズの机を探してよ、そんなに体力余ってるんだったらさ。あ、これじゃない、遅いから早く解決しろっていう。教室の席順、この座席表のおかげでどれがジェームズの机なのか分かるだろう。ジェームズの机を見つけます。え、どうやって、子供たちに小さな仕事を与えて責任を持たせることが大切です。可能な限り各子どもの身体的と知的な能力に応じた仕事をそれぞれに分け与えるようにします。列のリーダーには旗、あ、この花か、あ、この赤、黄、青の旗だね、旗、その子どもに応じた仕事は絵で描かれています。一緒に行う実用的な課題の場合、子どもたちは机を4つに集めて行います。はあ、こう4
4つにこう分けてグループ分けできるわけだね。あで、この3つの旗はそれぞれのこう何列のリーダー的な。はあ、でどうすんのこれ。これ分からないで触ってみればいいんだよね。あははは、あ、アリッサとタリアは仲がいい姉妹です。二人を話すことはできないでしょう。先生そんなエコひいきしたら。でもこれだけじゃ写真が貼ってあるからそれ調べられないの。それいや、おててマークにはなってるけどね、クリックしても何も反応しないの。 32-7 は25、直されてるしどういうことやねん。アナスタシア、お人形みたいにとても可愛い子ですね。豊かな教養があります。あのね、今はね結構いろんなこと厳しく言われてて、学校の先生がこう一人の生徒に可愛いとか可愛くないとかあんまり言っちゃダメっていう。そうしないと他の生徒がですね、やきもち焼いたり、この子がいじめられる原因になったりとかするから、可愛いとか可愛くないとかね、あんまり言っちゃいけないみたいなことをね最近言われるんだよね。古い時代のゲームだからこれ。そうだね、1600何十年のまあ時代背景はそうだけど、このゲーム自体は2012年とかそれぐらいだよねポリコレですよ。大変幸せな人生を歩むべきでしょうね。彼女のまとめ役を援助するために穏やかで忍耐強いオフィリアの左に座って。あー、じゃあこれ一人一人読んではめてかなきゃいけないんだね。あー、でルイスの視力は抜群です。空に飛行船が飛んでるのが彼に見えた時には驚きました。そのおかげで空中での制服について学ぶ機会を与えてくれました。じゃあ一番後ろとかかな。あ、植物の精はタリア。分かりやすい。これじゃない、うん、分かりやすいじゃん。これここだよね。あれあれ、これどうやってはめればいいの。こうタリアが植物のせだよね。あ、でアリッサとタリアは仲がいい姉妹です。二人を話すことはできないでしょう。ってことはアリッサがタリアの隣だよね。なるほど。アナスタシアはまだ分かんない。オフィリアが分かんないことには分からない。ルイスは目がいいから多分後ろの方ってことだよね。ちょ、カード右左あるんだよ。うん、あるある、たくさん人数分ある。で、ピアスは規則を受けることが苦手な子供、それでも彼はいい子で私も気に入ってます。私の机の近くに置いていたずらさせないようにしましょう。アナスタシアの後ろ、先生の机がここなのに近くに置きましょうって言いながらアナスタシアの後ろって言ってるってことは、2列目ってことだよね。2列目ってことだよね。あ、でもアナスタシアが入った方が分かりやすいな。サイモンとジェームス、あ、出た、ジェームス。ジェームスは同じ村の出身です。隣同士。サイモンはジェームスの左隣。いやってことはジェームスが分かんないと分かんないな。列のリーダー、台所側テイラー、彼の隣は空席。あ、台所、こっちが台所だったから台所側のリーダーってことはここだよね。赤い旗がテイラーで隣が空席だっつってたからこれだね。で、チャールズはまだ注文したメガネを待っています。ってことは目が悪いんだね。でしかもメガネがまだ届いてないから前の方がいいわけだ。黒板に近い席に座らせる必要があります。彼と近いエディの席を変えましょう。変えたのか、変える前の、もう変えましょうとかじゃなくて変えた後の情報くれよ。日当たりが良くて黒板に近い席ってことは窓際でいいのかな。チャールズ、チャールズ窓際の前か後ろかわからないですよね。でも植物の世話はだからタリアだからここは動かさないからさ、ね、そうそう。小柄なジャスパーはよく気分が悪くなります。クラスにあまり迷惑をかけない台所に近い席にしましょう。ジャスパー、じゃあキッチンの入り口の前。マークはなんていい子なのでしょう。彼なら誰の隣でも大丈夫です。あ、じゃあ最後だな、ね、最後だね。黒板掃除係ファーガス、これこのブラシかな、わからない。掃除係でしょ。まあでも黒板消しとは違うような気がけど、うん、でも
なんか掃除ほうきっぽかったから。ローズとルイーズは本が大好きで、みんなには内緒で2人で小説を書いています。2人を近くに座らせて彼女たちの愛らしい秘密を応援したいと思います。ルイーズに年長さんの本を管理してもらいましょう。ローズとルイーザね。ルイーザに本の管理だから本だよね。で、ローズは2人を近くに座らせてだから、ローズは隣。あ、埋まった、合ってるよ、ここの4人。すごいですね。すごい。バートはとても熱心です。彼には年少さんの本の保管、これかな、じゃあ年少さんの本か分かんないけど。バート、エディは窓際に座りたいけど空想家なので注意、近くの席の生徒と場所を交換する。またそんなもん、窓際に座りたいんだけど、お前は後回しだ。エルマーはとてもおとなしくて聞き分けがいい子、ピアスにいい影響を与えてくれるので彼の隣に座らせたらいいでしょう。でもピアスまだ決まってないもん。ダミアンだって、この子体に666って入ってんじゃないの。幼いダミアンはとても頭がいい子だって。わあ、ダミアン、なんだっけ、エクソシスト、違う、ポルターガイスト、違う、もう一個あるでしょ、昔からある666、悪魔の子だって言われてる。オーメンだ、オーメン、イエス。幼いダミアン、こんなところにいたのか。リメイク版ってやつ。左手で物が書きやすいようにカレンの席は常に左側にしてあげます。ってことは通路のこう左側ってことだよね。あ、出た、ジェームス、隣同士。サイモンはジェームス、いやジェームスわかんないわ。列のリーダー、中央の列、ジャスティン。あ、ジャスティン、ここ。あ、アナスタシア戻ってきた。オフィリアの左に座ってもらいましょう。まあ、もう一人リーダーを見つけないとあれじゃないですか。そうなんだよね。もう一人リーダーいるでしょ。アロンはあっという間に大きくなりましたよ。で、背丈が同じファーガスの後ろ。ファーガスここだから、ファーガスの後ろここだね。列のリーダー、あ、出た、窓際ロイド。これかなり埋まったんだよ。埋まったね。オフィリアは最初の列に座らせます。私の机と黒板の真ん中。オフィリアってことはどっかこの辺だね。アナスタシアがクラスに参加してから王様は彼女の虜になってしまったようだわ。あらら、黒板を見るたびに彼女の視野が入ってきて、あ、彼女が視野に入ってくるんだね。王様は集中できないみたい。彼に席を代わってもらおうかしら。でも決められないわ。初恋とは美しいことですよ。それに近くにいるバートとのおしゃべりもなくなったみたいですし。ちょっとよくわからん。バート決まってる。バートはもう決まってんの。バートの近くで。ピアスはアナスタシアの後ろ。アナスタシアどこ？エルマーの隣。エルマーもまだ決まってないんだよね。サイモンとジェームスも決まってないんだよね。マーク。あ、誰の隣でも OK。エディ。窓際に座りたいけど空席、近くの席の、うわー、エディ、窓際ダメなんでしょ。エルマー、ピアスにいい影響、そのピアスが決まってないんだよな。ピアス決まってないよね。ダミアン、左側がいいんでしょ。ジェームス隣同士。サイモンはジェームスの隣同士。アナスタシア。オフィリアの左。ここか。アナスタシアがオフィリアの隣。左側でしょ。で、ルイス。ルイスは視力が抜群です。一旦じゃあ後ろに座らせるか。オーソンは、彼女の虜になってしまったわ。あ、左だ。黒板を見るときにアナスタシアが視界に入るってことはここだよね。バートの隣。ああ決まった。あれ、じゃあそこ違うってこと。逆なのかな。でもないアナスタシアが違うのか、ジャスパーが違うのか。でも、あ、
アナスタシアが違うってことはオフィリアが違うってことになるよね。オフィリアがこっちでアナスタシアがこっちってことか。ってことはここまだ誰かいるんだね。ピアスは規則を受け入れるのが苦手な子供、アナスタシアの後ろ。あ、そうするとさ、サイモンとジェームス隣同士に座らせるって言ってるけど、隣同士で空いてる席もここしかないよね。あ、そうですね。ね、サイモンはジェームスの左側ってことは左側。うん、おお。マークは最後。エディは空想か。ちょっとお前も後だ。ジェームスを先に座らせよう。おお、すごい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 。来た。埋まってきた。ダミアン。左手、まだ赤のところ入るの一つしかないじゃない？ここだね。うん、もう決定じゃない？ああ、エルマはピアスに。ピアスの隣だからここだね。おお、来た。マークは君は最後でいい。エディもなんか。エディは窓際に座りたいけど空想家なのでダメなのね。でも違うな。この3人が違うな。あ、こっちあった。ジャスパーとマークが逆なのか。やったー、すごい。で、ジェームスは窓際の前から3番目。Let's open James's desk. 子供の机を勝手に開けるのか。ああ、なるほど。はい、窓際のワトソン君。君もちょっとは何かしたまえ。窓際のここだ。おててマークが出ましたね。はい、ここにパーフェクト取っ手がありました。取っ手でよかったね。取っ手だったね。アナスタシアの縦笛だったらちょっと低いよねなぜそれがここにみたいな。縦笛ペロペロしてた。いやー、男子生徒あるあるじゃないか。ここにこれをつける。そうすると開く。あ、ギリシャの本取った。で、お菓子の箱。お菓子入れだ。え、そんだけ。お菓子の箱何入ってるか見ないの。つまもうよつままないんだ。何か、ね、なんだよ、なんか取ったね。あるものかと思ったけど、ギリシャの本。ギリシャの本としか書いてないな。まあいいや。ちょっと何に使うのかわからない。わからないね。どんどん増えてきてる、うん、なんか物が増えてきたね。で、あの手に入れた鍵がさ、どこの鍵なのか。もしかしてあっちの部屋の鍵？ほら、おててマークがついてる。20畳になっている。戻ってくるの？あ、じゃあさっき手に入れた鍵、ここの合鍵だったのか。はい。うわぁ、ほんと不法侵入。Private office, Holmes. What are you going to do? Turn everything upside down? まさか。勝手に入ってる。すごい見てやだな、これ。ねえ。Found what I'm looking for. マジで。Don't forget your cakes when we leave, Holmes. Of course, Watson. A Habano Clarissimo. Habano Clarissimo の葉巻だ。ピョンキさん、なぜそこはなまってんですか。ホームズさんってなまってんですか。ハバナクラレスモ、ハバナクラレスモだ。ここに今虫眼鏡が出たのに、別に変わったところはないのにどうして虫眼鏡が出るのよ。おかしいでしょ。いや、もう私に何を見させたかった。あったので何とも言えないですね私に何を見させたかったの。ここは何もない。戸棚は何もない。あ、ただの屍のようだ。見たまんまだよ。トロフィー以外何もない。判事の自慢話。あーはん。あー、またなんか出てきたよ。あ、出ましたね。どう見てもパドルに見えますね、これね。あー、出ましたね。あれ？これオール受けだ。さすまた使えるんですね。さすまたどこで使うの？あ、ここ？穴にはまるんだ。あれでももう一本ないとダメじゃん。ダメじゃん。
ちょっと待って、隣の金庫は何？メモみたいなのなかった。え？The best thing to do is to carry on あ、持ってるじゃん。持ってるじゃん。これを入れないとだよ。ホームズ君。私は持ってるじゃないか。I can make out a mechanism at the bottom of each of these holes. あれ、持ち物使えないのここで。使えないのか。あれ、私持ってるやつ。ちゃんとほら右上にやってるのに、なんで入らないの？なぜだい？情報が足りないんじゃない？そういえばさっきのあの黒板もさ。ネジがどうたらこうたらって言ってたのにそのままにしてきちゃったよ。Blind justice. From whence なんだ、触れるのかと思ったら触れないのか。じゃあさっきの部屋でな、うわわ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 。いっぱい出た情報量多すぎ。ニューヨーク大学の記念品、ベケット判事が通ってた。ニューヨーク大学だって。アメリカ行ってたの？オール受けだ。記念品に違いない。え、オール受け全部でいくつあんの？それ刺さるんじゃない？ベケット名誉会長、ベケット判事が属している組織のシンボルに違いない。あ、勝手に取っちゃったよ。What do you think, Holmes? だからね、ワトソンがここにいるからね、邪魔。邪魔なんだよ。そうそうそう、ハンジはボートを漕いでいた。あ、やっぱり青春時代こうボートを漕いでる人だったんだよ。若きベケットという友人、ボートを漕いでいる。ボート部に入ってたんだね。さっきのね、思い出したんだよ。なんかさ、工具的なものは一切なかったけどさ、さっきさ、キッチンで一番最初に料理用の油だって言ってたじゃん。ああ、言ってたね。あれもしかして機械油代わりに刺すんじゃないか。取れなかったよね。さっき取れなかったよね。あ、でもほら、虫眼鏡からおててマークになったよ。ほらやっぱりあれじゃない、マークみたいな感じ。ほんとだよ。なんだこれ。これをここに刺すのではないかと。ほら、チロリン。ちょろって言ったよね。ちょろんって言ったよね。チロリンって言ったよ。ほら、ほら、おててマークに変わったぞ。何が見れるんだ。ギリシャ語？ワトソン君、書き写してくれ。ホームズぐらい頭良かったらこんなの全部暗記できるでしょ。そういうわけでもないのか。めんどくさい、ワトソン君。写メ撮ってくれ。何君、カメラ持ってないのか、スマホ持ってないのか。使えないやつだな。声のバランスがむちゃくちゃですかね。え、私の方の声が大きいですか。私がうるさい、モンさんがうるさい、ゲーム音がうるさい。モンさんのマイク切ってみましょうか。お、きた。 I can make out a mechanism at the bottom of each of these holes. でもここに何、どうするのか全くヒントがないよ。全くヒントがないよ。これじゃない。これ What do you think, Holmes? どう思うかねって私が聞きたいのに、君じゃないんだよ。君じゃないんだよ。何、どう何をどうするの。下の方で機械が3本刺さったよ。刺さったね。刺さったんだけど、これ、あびっくりした。いきなりなんか出てきた。ベケット判事がどの結社、
ベケット判事がどの結社の会員なのかを推理します。モンさんの声が私がマイクに近いから私の声は拾うんだけど、モンさんちょっと離れてるからモンさんの声が大きくしてみました。これ入ってんだよな。ああ。ベケット判事がどっかの結社に属してるみたい。それを一番の結社に参加しよう。成功率は一定している 3.14 って、これ演習率じゃん。これどう見ても演習率だよね。まあそのように見えますね。円が書いてあって 3.14 って書いてあったら、普通に義務教育を受けた人なら演習率だってわかるよね。はいはい。で結社のシンボル、シンボルじゃなくてシンポルなんだシンポルで合ってる。いやー、いろんなマークがあるけどさっぱりわかりませんね。あーで、あ、これがシンボルの旗。あ、ユニバーサリーオブニューヨーク、ニューヨーク大学って言ってたね。ギリシャ語。あはん。あ、それ、それ、あ、それであのギリシャ語のあれだね。ヌって書いてある、ヌって。これだね。ヌって書いてある。ギリシャ語でこれだったよね。まあ、旗のマークがヌって書いてあったね。ってことは N だよね。ああ、それで円周率の π。 はい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 。ということは円周、N と π が入ってるシンボルってことだよね。N と N と N と π 入ってるの、これじゃん。これだ。ああ。NZ π、 この結社に入ってたってこと？シンポル。シンポルだね。あははは。NNN。N。何か情報が足りない？ What？ それ読んでないんじゃないの？どれ？それ。これ読んだよ。あ、読んだか。うん。でしょ？でこれも言ったよね、ギリシャ語かって。あ、右上にほら何かあるじゃないそれ。うん、でもねクリックしても何も喋らないんだ。あ、そうだ。ユニバーサリーオブニューヨーク、A Greek letter。 グリックって言ってるでしょ。だからここに N。 I am missing some information. なんでさ、もう分かってるさ。ヌーで、ここであれ、ね、さっきと一緒じゃない、その直感的に分かってもなんか調べてないと、そう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 、打ち込めない的な。I am missing some information. あ、まだ部屋の中で調べ足りないんだ。何かそうみたいだね。食べ足りない、食べ足りないじゃない、調べ足りてない。声 OK。 ありがとうございます。すいません、すいませんね、ピョン吉がちょっとうるさいのかもしれないマイクの真ん前でギャスかギャスか言うてるから何調べ足りねえないものってなんだい、なんだい。 Don't forget your cakes when we leave homes. Of course. 一通り見たよね、ここね。ハバヌクロリスモの葉巻。なんだい、何を見てないんだい。ワトソン君、君も何か探したまえ。なんもないな。これ視点変更でも見つからないの？いやー、あのね、これでやるとね結構酔うんですわ。わかります？わかります。酔うんですわ。わかります。A souvenir from the University of New York. バイオハザード7をやれない。そう、この私には分かりますよ、よく。で、しかもね、私そんなにね、操作慣れてないのでね。慣れてないのでね。この視点でもって、うわ、エリザベス女王かな。引き出しも開けられないのね。しかし、立派な家だね、これね。ね、立派なお家ですわね。なんで、なんで、
何か見落としてるものがある。ワトソン君ちょこちょこ視界に入ってくるワトソンがちょっとそうびっくりするのはちょっと敵かなとか思っちゃう。The best thing to do is to carry on exploring this place, Holmes. いやそうなんだけどさ、どうしてこれがさ、どうしてこれが一通りこれでチェックしてるのに、This note must surely be very important. 何か忘れているのか。A Greek. A Greek. でここに入れようと。待って。I am missing some information. メモ写真見て。うん。そこをクリックして、うん、だよね。ギリシャ語かって言って、そっち見るとギリシャ語でしょ。ヌーって書いてあるから、ヌーだね、ヌーだね。ヌーだから N だよね。うん、で円周率の π は π でしょ。π だね。π でしょ。だから N と π が入ってる NZ π シンボルがこれしかないのよ。もしかしたらこの Z にまつわる何かがあるのか。あるの？それ回すとかできないの？それ。え？多分ね、この辺はね、ここが埋まらないとダメ臭いんだ。動かないんだ。うん、これか？何か動いたよ。これ？これ？これでフラグが立ったのかな、ひょっとして。Doors are made to be opened, my dear fellow. 扉というのは開けるためにあるんだよ。これでフラグが立ったくさいに、これで、I am missing some information. え、まだなの？まだなのかい？だってこれ以外に何があるというの？もう一度見直すとかじゃないの？もしかして今のムービーを見てから。ポチ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 。あちこちでね、一番の結社にそこポチポチしてもダメなのね。ダメなのね。ダメなのね。 おかしいね。 I am missing some information. なぜ選ばせてくれないのか。なぜ選ばせてくれないのか。なぜなの。うん、推理したさ。推理したのに選ばせてくれない。推理したのに選ばせてくれないってどういうことなの。もう一度そのオールをこう回すとかできないの。 I am missing some information. ここが多分埋まらないことにはこれもなんか どう動かすのか。めちゃめちゃ不親切なのよね。めちゃめちゃ不親切。答え分かってるのに入力できない。そうだよ。どういうことなの。何が足りないの、ワトソン君。目の前に出てこないでくれ。推理ボードとかないの。あ、推理ボード。あ、これは前のだね。前のだね。これも前のだね。これも前のだね。今回は推理ボードは関係なさそう。ないんだよ。いや、もうあの教室にはないのかな、ヒント。なんか持ってるじゃない、ほら。ほら、N が書いてある何かを探してこないとダメなんだよ、やっぱり。N じゃなくて Z だね。あ、Z か。ギリシャの本？ギリシャの本。ギリシャの本を持った状態で、あそこの鍵のところを触ってみる？ I am missing some information. ダメ。ギリシャの本を持って、この辺分かっているよ。はあ、ダメなの。ポチポチ。 I am missing some... ポチポチポチ。 I am missing some... いや、ここの多分この配置だと右上にもう一つ何か写真が来るんじゃないの。 I am missing some information. ここに、そこに。This note must surely be very important to Judge Beckett. から π の情報と N の情報があるから、やっぱり Z の情報がどこかにあるはずなだよね。Z の情報を見つけきれてないってこと？そうなんじゃないでしょうか。ゼータ。ゼータ。ガンダム。ゼータガンダム。言うと思った。本当に。言うと思ったよ。ゼータガンダムだよ。
ゼータの情報がどこにあるかだよね。どこなんだ？ゼータって 何の意味？Blind justice. 何の意味？数字じゃないですか、ギリシャ語の。ゼータ。ギリシャ語って言ってましたから。ギリシャ語のゼータって、例えば V が、あ、それローマ数字か。V が5で、X が10でとかって、なんかほら C とかなんかいろいろあるじゃん。いや、アルファベットですよ。アルファベットのゼータは。どこに？ There is no point in visiting the upper floor. そこは無駄だと。教室にあるんじゃないですか、やっぱり。教室かい？ガチャコン。まだ何か秘密が残ってる。まだ何か。あ、地球儀がどうたらこうたらって言ってたけど、地球儀は何にも、ほら、虫眼鏡もお手手のマークも何にも出ないのよ。近すぎるよ。ゼータ。ゼータ。どこでフラグ立てるんだこれ。ゼータ。あそこの、あの何、ちっちゃい黒板みたいなやつを見たの。あのボード見てないな、そういえば。ワトソン君、あのボードは何か。ああ、なんでもないか。あ、これは？なんでもないな。何もないな。なんでもない。虫眼鏡すら出ないじゃないか。A book about student organizations in the United States of America. これか。これだ。これだ。よし。これだ。ワトソン君。これで。これあれだね。これで。ホームズ君。教科書。案外おバカですよね。もうあれ組み合わせ的に2つ分かってたら3つ分かるのに。あ、来た来たこれだ各アメリカの大学のシンボル集だ。ニューヨーク大学だったよね。そうですね。ね。で、この4つに大学結社の一覧表で、ニューヨーク大学はこの4つの結社の人がいるってことでしょ。はい。で、さっきのほら、これで、さっきのほら、いい、このマーク。いいがやっと出てくる。来た。来た。パイ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 。予測がつくんだから入れさせてくれればいいのにね。本当だよ。でこれをどうすんの？もう入力者が回せるんじゃないの？そのさっきの下のオールをぐるっと回すんじゃないの？これを触るんじゃ。あ、回った。回ったけれどもこれはどうするべきなのか。ちょっと待って、今ほらこれ今 N ってなってる状態で1個くるって回ったから、あら、この3本のオールを使ってこれ、すごいわね。これもやればいいんじゃないの？ヨキさん鋭いですね。鋭いだろう。さすがパズルゲームの匠。匠だろう。ただこのオールをね、どうやって動かすのかがわからないんだよ。これがこういう動きをするってことは、軸のところで回さないとダメってことですね。でも下は軸って感じじゃないんだよな。あ、本当だ。ってことはこうだよね。なるほど。Z と2つ目もあった。すげえ。これはこうしか動かないの。これはこうしか動かないの。どうやってパイを表現するのか。ああ。ということは。ああ。今ので合ってたんじゃないですか。違うんですか。ちょっと待って。ちょっと待って。テンパってる。待つんだ。待つんだ、ワトソン。こいつ動かなくなったぞ。ホームズ、次はどうする？次はどうする？こっちが聞きたいっつん。それぞれの軸がこうだから、これが縦軸、この寝っ転がってるやつをどう動かすのかが、あー、そうくるか。なるほどですね。それをもう一回倒すと真ん中と軸が合うんで、そこでくるくる回せるんだ。ここでくるくる回すの？あ、全然わかんないです。フリーズしちゃいましたね。ごめんなさいね。どれを横にすればいいんだろう。ああ、じゃなくて下のやつを縦にすればよかったんじゃないですか、今の。ほら。それを横にして、
クローターでに、あ、パイ来たー、来たー、これでパイって強引すぎん。もうツッコミどころはたくさんあるけど、あ、この視点に酔うわ。はい、驚いたのは大量の書類に山じゃないか。そこはジョジョなんですね。山じゃないか。ジョジョなんですね。すべて君に関することじゃないか。ゴゴ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 ゴルーピン。それにこれが細かく分析されている。ストーカーじゃないか。君のストーカーじゃないか。マーダー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 。なんかまたパズル。またなんかパズルの気配。金庫の中にさらに金庫を置くみたいなさ。一体何を御所大事に。落ち着きたまえ、ワトソン君。静かにしたまえ。What is the real reason for our being here? Did you know what we were going to find before we came here?ワトソンさん、案外、あれだ、劇場型だよね。こう気持ちがガッと上がるタイプだね。まあ、医者だからね。あのね、ホームズ君とね、すごく対照的なんだよね、キャラクターが。なんか、お手手のマーク。出た。ボールを色ごとに分けます、一つの枠に。上にルール出ないんですか、これ。ボールを色ごとに分けます。一つの枠に一色入ります。なあ、マジか。ちょっと待って、他のもの見させてからに。他のものないの。他に見るものないの。他に見るものないの。他に見るものないの。いきなりこれなの。ヒントですね。いきなりこれなの。ヒントですよ。来ましたよ。来ましたよ。これあれですよ、あのピョンキさん得意な、あの、あ、そのうちこういじってると右上にスキップって出るやつ。ちょっと待って、ボールを色ごとに分ける。一つの枠に一色入ります。ってことは右に何か左に何か、でも3色あるでしょ。とりあえずその矢印触ってみるとどう動くのか分かるんじゃない。矢印、あのね、これパッと見さ、青、うん、青が4つしかないから、うん、青がここだよね。あ、そういうこと、うん、緑と赤がどっちか、まあ、あ、どっちでもいいんだろうけど、多分一つの枠に全部の色になるように入れ替え入れ替えしろってこと。もう鋭い、なるほど。押すとどうなるのそれ。ごそっと動いた。あー、でこれでちょっとずつちょっとずつ入れ替えて同じ色にしろってことね。うわ、これスマホでよくこういうゲームあるな。はい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 。なんかこうカチャカチャっていう音がぬちゃぬちゃに聞こえる。ぬちゃ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 。やめて。私までぬちゃぬちゃに聞こえてくる。ぬちゃぬちゃ。バイオハザードでこういう音出るじゃないですか。あるね。あるね。わかるよ。ああ、こういう感じでちょっとずつちょっとずつ入れ替えていけっていうやつですね。はあ、なんという。これ緑を集めてるんですか今これ。ね、緑と赤を分けてます。ほう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 。おう、こういう感じでちょっとずつちょっとずつ。ダメじゃん。赤いった。ちょっとこれを繰り返さなきゃいけないんだよ、何回も何回も。で、ちょっとずつちょっとずつ。はあ、なるほど。入れ替え入れ替えして、ずらしてずらして、最後に最後に青が真ん中に来るようにしないといけないだけども、
こっからが難しい。青をどうやってこっちに持ってくるんだっていう。あ、3つ揃ったじゃない。これはもうこれ勝ち確じゃないですか。青1回動かしてもう1回動かせばいいんじゃないですか。ね、違う。青を今度は集めなきゃいけないね。うわー、緑混じっちゃうな。うわーってこうなるでしょこうなるんだってば。あ、これでいけるかな。来たんじゃないですか。すごい。仕組みさえ分かってしまう、ね。ああ、すごいすごい。ああ、すごい。すごいすごい。はあ。なんて地味なゲーム。さすが匠。やっとここで匠の技を出せましたね。本当だよ。スキップ押してましたからね。っていうか、ね、こんな宝箱よう作るわもう。こういう仕組みのね、あの金庫を作る人がね、本当バカだよ。このおバカさん。鍵で開けない金庫ですからね。パズルで開ける。毎回パズルでこうお金入れたり出したりしてるよね。ワトソンになった途端に、おい、これは私のアパートの図面じゃないか。我々のアパートだった。あ、ワトソンになった途端になんかいろいろ見れるらしい。ワトソンはほら常識人だから。そうだね、うん、常識的なことを言うからきっと。あれでも見れたのアパートの図面だけだ。自分がストーカーされてるってことだけは気づいた。そうみたいだね。おじさんがおじさんのストーカーになって何が面白いんだろうね。いやいやいや、それはこの先のストーリーでわかる話です。ボールは もともとあった。あーなるほど。どうホームズはちゃめちゃやった後元に戻して帰る。後始末をして帰るわけ。後始末係だ。え、ドア閉めなきゃ。え、強制的に出させられた。あれ、ホームズケーキは？おばさんのケーキ持ってないよ。Judge Beckett. Yes, it's him. Let's go and talk to him. え、これがベケットさん。ああ、あの写真にあったベケットさん。本当だ。もう確かに見たよね、さっき。But I need to hear an explanation about what was in that armored room. I'm going. No, stay here. That's an order. Your giving orders changes nothing. I'm going to talk to Judge Beckett, and you will not stop me.ああ、行っちゃった。顔、おお、爆発した。マジ、あ、ちょっと待って。ワトソンめっちゃくちゃ吹っ飛んだぞ。ルーシー。ルーシー、花屋のルーシーが。結婚して幸せ。ほらほらほら、ルーシー、あれ、ルーシーは？あ、吹っ飛んでるルーシー。ルーシー、ポーガール。I must do something.だからさ、さっき言ったじゃん、ホームズ手ぶらで出てきたじゃん、うん、あのこの爆発したのっておばさんのケーキだったんじゃない？初めからこのつもりだったんじゃない、ホームズ。マジで？もういつもね、本編もそうなんだけどさ、小説の方の犯罪者じゃん。あのね、小説の方のね、シャーロック・ホームズもね、うん、本当にね、ワトソンね、内容知らされないまま振り回されてるシーン結構多いんだよね。あ、そうなんですか。うん、本当にね、ホームズの中、頭の中だけで事件とか物事が進んでて、いつもね、ワトソン蚊帳の外なんだよ。いや、もうなんかパズルゲーム、推理ゲームって聞いてたのに爆発すると思ってないから。まさかね、人殺しになっていたとは。シャーロック・ホームズがちょっとめちゃくちゃ今びっくりしましたね。本当だよ。びっくりした、度肝抜かれたわ。びっくりだよ、いきなり爆発とかさ。やっぱりだから、あのおばさんのケーキっていうのは嘘だったんだよ。なんか足元にある。おばさんボム。あ、ほら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 、爆発の数分前だった。謎の小包の梱包用紙だ。え、なんでそんなものがここにあるの。
ここでは見られるものはない。トビ君、あ、トビ君、あれ、これアヘンするやつじゃない？アヘンするやつだね。カーツのパイプ持ってきちゃって、証拠品持ってきちゃってるもん。警察の邪魔にしかならないじゃん。ああ、なるほどね。ホームズが本当は犯人なんじゃないのみたいな。ちょっとトビー君、あ、もうそこじゃないって、そこじゃない。トビー君に今ほら虫眼鏡が言ってたから。ホームズの居場所を知るトビーだ。そんだけそれだけかい、トビーに話しかける。お、虫眼鏡来た。ラットキラーと同じ万年筆。ああ、あの監獄にいた人ね。もうなんか伏線だらけ。いつもワトソン蚊帳の外。いや、でもこれ面白いね。ストーリーすごく面白い。伏線だらけで回収するの大変だよ。シャーロック・ホームズに関する新要因、有名な探偵シャーロック・ホームズの本来の姿を見極める新しい事実が我々の編集局の下に届いた。常に真実を追求し、それらを公共の皆様に提供させていただいている弊社ですが、この度数年前の事件、ブルース・パーティントン設計所に関係していた人物との接触が可能になりました。この人物は他でもない、事件中に殺害されたコ・アーサー・カドーガンウェスト。また読みにくいやつ。読みにくい名前。カドーガンウェスト氏。夜なのにアーサーの兄なんです。夜なのにアーサーって、あの親父ギャグ多すぎるんでちょっと事故です、事故です。放送事故ですよこれ。こちらの紳士により、明らかにされた事実は驚くべきものだった。弟の死に隠された真相を理解したいと望む兄は、潜水艦の設計図の不死とシャーロック・ホームズの密接な関係を発見したのだった。どういうこと？ホームズ氏自身が文書を入手したかったがために、共犯者であったパートナーを設計図盗難の疑いで告発した。ああ、協力者を撃ったのか。うん、ホームズらしいな。もう、終わりよければ全てよしだからね。もうね、ホームズは後に共犯者を告発するため盗難を単純なものと見せかけて裏切った。ホームズ氏と彼のボスが同一人物だったとは知らない共犯者に新聞紙の貼ったり相談欄に掲載した短い文章を使い、探偵は罠を張った。逮捕され有罪の判決を受けたホームズの共犯者はその後間もなく刑務所で死んだ。そう、ホームズの秘密と一緒に眠っている。これらの真実は極めて重要なのです。ホームズ氏は低俗で詐欺的な犯罪者ではないだろう。しかし彼はまさしく母国を裏切ることさえ躊躇しない国際的な暴力犯罪の中心人物の一人であることに間違いはない。ああ、例の記者さんだね、ファーリーさん。これどうなんのかな、本当にホームズってこういうタイプで、あの爆破したりする人物なの、小説では。ね、原作知らない人からするとすごいイメージとしたらいい人っていうイメージしかなかったんだけど、ね、あのね、いい人か悪い人かで言うとね、決していい人ではない。あ、そうなんだ。うん、もちろんあの人としての情もあるから、あの助けたりもするんだけれども、その辺がね、ワトソンとすごく対照的なんだよね。ワトソンは医者だから、やっぱりさ、敵だろうが何だろうが怪我してたら、目の前に怪我人がいたら治そうとするんだけど、ホームズは理由がないとか目的がなければ普通の人がやりそうなことは一切やらない。あ、サイコパス的な人なんだね。そう、すごく利己的な人。私には関係のないことだみたいな感じの。私は今それどころではないのだみたいな感じで、もう別のことに頭がいっちゃってるから、そういうところがね、しまってる。今まで起こった出来事で神経が参っている。ああ、すごいなって寝るよう頑張ろう。そうだよね、もうこんなもうホームズに付き合わせてたらね、もうクタクタにもなるわ。あ、上に何かありましたよ。そう、上に何があるの、何なんだよあれは。ブラックピーターを殺すのに使われた森。なんでそんなもん飾ったん。なかなか悪趣味やな。シャーロキアン。シャーロキアンっていう。ワトソンさんが心を病んで、あれ自分で自分に刺さないことを祈りますけど。
わわわわ、もうなんかもう急に来た、何これ。あ、もうワトソンもラリってんのかな。ワトソンも精神世界に入ってきた。これ睡眠薬でも飲んだんじゃないの。誰にだね。あなたがよく知ってる方だ。Such a clever man。ああ、悪魔的って言われてるよ。これホームズのことでしょ。いや、まあやっぱり見る人から見たらホームズは悪魔だろうね。あ、もうあの容赦ないからね、私これホームズ全然知らないので、なんかイメージ、イメージね、イメージだけで言うとすごくなんかいい人っていう、事件を解決するいい人って思ってたんだけど、このゲームを見ていくとなんかひどいやつだなとしか思わないね。そうだから、すげえイメージ変わった。あのね、事件がないと退屈だって言ってろくでもないことし始めるのよ。だからあの難しい、そうあるし、何事件を解決することだけが彼の生きがいというか、だから事件が全然なくて平和だったら平和でいいと思うんだけど、ホームズは逆で平和すぎて面白くないって言ってストレスが溜まるとか言って、壁にピストルでガン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 って穴開けたりとかし始めるような、ちょっとクレイジーな人なのよ。だからね、ワトソンが唯一なんだろう、常識人でホームズがないものを持ってるごく普通の人だから、この人がいなかったら、あの世の中と関わることすら難しいんじゃないかと思う。はあ、そういう人物設定なんですね。そう本当だから、見る人が見たらもういかれてるとしか。悪夢じゃん。夢落ちでした。悪夢だよ本当に、ワトソン。もう本当いい加減友達選んだ方がいいよ。友達じゃないんじゃないの、これ仕事仲間。仕事のパートナーっていうか。え、あのこのワトソンさんはあれなの、このホームズさんからお給料はいただいてないの、この仕打ちを受けて。いやなんかね、お金のやり取りしてる、ブラック企業なんじゃないのこれ。お金のやり取りしてるシーンって本編でもあまり見たことなくて、あの事件の解決にワトソンさんが手伝って本を書いてるでしょ、その収入で生活してるような感じなんだよね。はあ、なるほど。うん、その事件簿みたいなのをワトソンがね執筆してるんだわ。ああ、もうなんかホームズ捕まりそうですけど。本当だね。警部からです。服を着替えて2分でここ出ます。マジね、いくつかその答えを見つけたいのだよ。本当だよ、本当だよ。I'd like you to stay here with some of your men and search the placeIf there is one clue here that will lead me to him, then I want you to find it. いや、しかしこのゲームなかなか面白いのに、なんでこれ日本の Xbox ではできないのかな。ね、なんでパソコン専用なのかな。なんで北米版しかないんだろうね。うん、でもこれ日本語の字幕ついてるってことは、一応日本人もできるようになってるわけだから、あのパソコン版は普通にできるんですけど、うん、Xbox 版はできないみたいな。うわ、ひどいひどいな、警察。ひどい嵐かった、警察ひどいな、うん、これね、 Xbox 版が動けばね、私の Xbox でやってよかったんですけどね。あ、残念ながらどうも動作しないっていうことで。あ、そうなの。北米版ってか Xbox は日本語対応してないってこと。いや、してるんですけど、リージョンロックがかかっていて、うん、なんかどうも日本人にはやらせてもらえない感じ。あ、そうそうそう。ひどいな。なんかこれの次のやつ、2か3ぐらいからはできるらしい、ね。うん、まあ一応続編がね、いくつか出てるのでね、なんか後々はそっちもやりたいなと思って、ゲーム自体はねもうやりたいと思ってるから、あのもうダウンロードしてあるんだけど、私はね全部 Steam でダウンロードしてるので、もうやっぱりやるときはパソコンでしかできないんだよね。あれ、トビーくん、トビーくん。声かけたらいつもワンしか言わない。これは警察に荒らされたで、そう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 、警察が、こう現場をね、これ警察もめちゃくちゃだよね、この、うん、世界観だと。警察もだからひどいんだって、このスコットランドヤード。片付けぐらいしていけばいいのに、これを捜査っていうのかな、嵐っていうんじゃないのかな、これ。うん、ひどい嵐かった。もうちょっとさ、
もうちょっと何とかしてってくれればいいのに。This disguise evidently belongs to Holmes. This disguise evidently belongs to Holmes. それは分かってるよ。ホームズさんがね、あの変装して何にでもいろんな役になるのは有名なので。This disguise evidently belongs to Holmes. それしか言わへんねんな。あれじゃないですか、あの炭治郎の着物とかあるんじゃないですか。え、一松模様の緑の一松模様コスプレじゃない変装であってコスプレではない顔がホームズのままじゃそれ戦争って言わないよね。うん、 This disguise evidently belongs to Holmes. それしか言わんな。まあなんかそれしか言わないけど調べてないと進めないみたいな、うん、多分ね、うん、これをね一通りやらないと多分先に進めないと思うから。やるけどね。なんか手が出ましたけど。お手手マーク出ましたね。ホームズのタバコ。タバコ。タバコ。穴だ。この下に何かあるに違いない。釘だ。釘？釘？この釘で穴。この釘で。開く。あれ？これ？アイリーン・アドラって書いてない？ホームズが唯一恋した女性って言われてる。あ、そうなんですか。そう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 。あの美人でね、頭のいい女の人だった。やっぱりさ、ほら、パートナーって自分と同じものっていうか、話の合う人を選ぼうと思ったらさ、ホームズみたいな次元の人に会う人って少ないじゃん。偏屈な女性だったってことですかね。偏屈かどうかは分かんないけど、とにかく頭のいい綺麗な女性だった。原作に忠実なゲームだと。そういうことだね。そうだからあのホームズファンの人が見たらたまらない。そう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 。あ、こんな何ホームズ、なんか隠し、あの引き出しの隠し扉にあの好きな女性のものを入れるなんて。ああ、じゃあ今原作ファンのピョンキさん的にはたまらない。そうそうそう、なんだよホームズ可愛いとこあるじゃんと思って全く興味のないモモさんからしたら何これっていう。そう、なんで普段はポーカーフェイス気取ってるくせにやっぱりなんだかんだ気になる女性の写真入れてんじゃんみたいな。あ、ちょっとなんか人間臭いところが見れて嬉しいみたいな。ホームズも人の子だったから。通好みのゲームってことだよね。そう、そう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 、マニアック向けだねこれ。がある程度あのホームズの原作をね知らないと楽しめない。そうそうそう、知らないとあの訳が分かんなくなると思う。あ、そういうことだね、うん、キャラゲーってことだねこれね、うん、そう。だからこのゲームダウンロードしてやってる人って単なるミステリー好きとかじゃなくてそこそこホームズファンの人じゃないと自分もホームズになってみようとか思わないんじゃないかな。あ、このゲームの中で出てくる範囲の外のことがわからないからつながりわからないもんね。そう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 、うん、なんか拾った。そうだよね、ドラゴンボール読んだことがない人がドラゴンボールのゲームやっても面白くないもんね。そうそうそう、そういうこと、そういうこと。だからドラゴンボールが好きで、うん、まあね、悟空とベジータの関係を知ってるから戦わせてみたいみたいな。だからゲームの中でもやり取りを見るとクスって笑えるわけでしょ。うん、うん、そうそうそう。だからそういうのがないとさ、やっぱり、あ、まあ、変装って言ってたの全部初めて。さんの解説のおかげで私も分かってるんで面白くなってきましたけどね、これ見てて、ね、そう。だから結局そういうことなんだよ。だ早くあの半沢さんを捕まえてほしいんだ犯人の半沢さんに。もう半沢さんはね、多分ね、名探偵コナン君にしか出てこないあ、モラン大佐ね。モラン大佐はね、モリアーティの部下。モリアーティ今回一切、モリアーティ、うん、ちょっとだけ名前わかりますよ、うん、あの、はい、宿敵って言われてる人なんだけど、あ、相変わらずベランダにポッポがいるね。ポックルすごい芸が細かいよね。こんなベランダの鳩までさちゃんと動くんだようん。なんか変装用具を集め始めてるな。ほらさっきはさ全部ホームズの変装品だって言ってただけのものが全部ね集められるようになっているんだよ。ということはだよ、これでいっぱい取れるじゃないか。
全部おててマークがつくようになっちゃった。証拠隠滅してるってことですかね。違う。いや、何かしようとしてるんだと思われる。そっちじゃないんだよな。上のさ、おててにやりたいときどうしたらいいんだろう。視点変更じゃないんですか。視点変更ですか。ああ、早かった。視点変更した方が早かった。変装品まだなんかどっかに落ちてたよね、あの辺に。ね、ストーリーはわからないけど、ゲームのことなら詳しいから。さすがです。なんかこの辺にもなんか、これは変装品だみたいなことに言ってるやつあったよね。何をそんなにいっぱい集めているんだ。変装に使ってる服を集めてるよね。これで一体何をしようというのか。クローゼットが多分ですよ。最初のあの次元のところで言ったあの大通りで売るんですね。ああ、リサイクルショップに服売っ払って逃げるんですよ、金にして。いくらになるの。あんな、なんか宝物が変装で使ってるような。俺だったらそうするな。逃げるな、この状況。逃げたところでだよ。だって巻き込まれたくないじゃない、これ。でもね、あのワトソンの性格からいくとね、逃げるっていう選択肢はないんだよ、ね、ないんだ、うん、これむしろ事件を解決して早くホームズを元の生活に戻してやらなければぐらいの。どの変装衣装がなくなってるか推理します。推理しますとか言われましたよ。え、知るわけないじゃないですか。え、知るわけないですよね。ノーヒントですか、また。そこかかってない、なさげだけど。裁判所。これで行き先を突き止めるってことなんですよね。多分ね。だから牧師になるためには牧師の格好をするし。うんうん、裁判所に行くときにはそれなりの格好するし、裁判官みたいな格好するし、みたいなことなんだろうね。これは水平さんですね。水平さん、ホワイトチャペル。これもう、これ神父さんじゃないですか。でもさっき牧師さんあったよね、ほら。俺だからなんかあれじゃないの、日本人にはわからないあれじゃないの、牧師さんと神父さんの。あのね、カトリックか、カトリックかプロテスタントかで違うんだけど。あー、でもさ、これどっちにしてもさ、アイテム全部揃ってんのかな、これ。なんかかかってなさそうなのがありますよ、右側とか。いや、帽子3つ、上着3つ、うん、はいはい、ボトムが3つ、靴が1個ないじゃん。ないですね。あー、多分。棚も、ちっちゃい棚にも何か乗るんじゃないですか、そことかそことか。ほら。ここに多分なんか手紙かなんかが乗るんじゃない。あー、そういうことですか。靴がない。靴が1個ないね。靴どこにあるんだろう。あっち？どこか。下駄箱っていうものがないの。これ下駄箱のはずなんだけど、ここから拾った靴1個しかなかったんだよね。この時代のこの西洋の方、あれ家に入ると靴脱がないんじゃないですか。ね、でもほら、あのいくつか種類持ってたらさ、玄関でやっぱり靴履き替えるじゃん。その服装に合わせた靴にするというか。あ、そうですね。そりゃそうだ。それはそうでしょ。それはそうだ。靴もう一組どっかに落ちてるはずじゃ。ああ、いたいたいた。ほら、これだ。うわ。何ゲットしたんだ。靴。右上に出ないぞ。右上に靴出た出た。出た。うん、出た出た。これでもう一回クローゼットに行って、ポチッとな。ほら、靴入った。あ、本当だ。でこれでどの手紙がどこにあって、ああそういうことですか、うん、あ、じゃあ牧師さんはそこで。これ牧師の帽子だよね、どう見ても。分かんない。牧師さんってほら、つばの広い帽子かぶってるイメージない？たださ、上着がどれが牧師かなんてさ。あ、それスイフだ。スイフだね。怒りついてた。なんか泥ついてる。なんか汚れてる。これの牧師がどれかなんてどうやったらわかんの？
それは何ですか、帽子が汚れが何なのかが分かんない、ね、見てみたら分かるとか、ズボンを見てみたら分かるとか。ほらこれはどう見ても回転しないの、これ回転しなかったね。うわ、分かった分かった、判事真ん中だよ。判事真ん中だって、ってことは、うん、あの帽子にこのリボンみたいなのついてた、これ、そうそうそうが、ここで、そこはスイフさんだ、その下でしょ、それ違うでしょ、それそうです、ね、え、船長、船長、船長だね。じゃあこれがこれ、そこで変装衣装に名前そんなのつけなくていい。どういう意味なんですか、名前をつけるって、どういう意味ですか。いや、田中とかいう山田とかつければそれ、そういうこと？これ汚れてるね。え、判事が汚れてるってどういうこと？だから入れ替えなきゃいけないんじゃないかな。そういうこと？うん。こんなん見ただけでさ、誰が履く靴かなんてわかる？これ。私イギリス人じゃないんだけど。でもこの靴がなんか牧師っぽいんだよね。一番質素っていうかさ。ほら。あ、本当だ、入れ替えできる。入れ替えできる。左をボクスにするとしようか。あ、はい、これだとしてもさ、ですよ、ね、どのズボンがボクシングさんが履きそうなズボンかわかりませんよ、そんなの。私ボクシーなんか会ったこともないし、ちょっとこのグラフィックの差がわかりませんよ。ベルトがついてるぐらいしかわからんね。だからボクシーさんだから、あ、なんか一番わかった、ベルトついてるやつがスイフさんのやつだ。色合ってるもん、色合ってる上下で合ってるかな。そんな雰囲気じゃない。あ、違うのかな、こんな靴だよね。靴、これスイフの靴？全然わからない、全然わからないけど、わかんないよね。水入らなそうっていう観点で、ね、裁判官とか履きそうな靴だよね。紐がついてる、紐がついてて でもこれ汚れてるのがスイフ。あ、でもこれとこれ汚れてるんだよね。あ、一致してる。でもこんな汚れた服で裁判官行く？行かなくない？って考えたらさ、ほら、えらいお尻の方が汚れてる。汚れてるね。だからこれがスイフだとしようか。でもさ、こう裁判所に行くのにこんなに汚い服着る？着ないと思います。だよね、うん。そもそもこの汚れが何なのかがよくわかんない。ろうそくかな。ああ、そういうことだ。じゃあということは教会の。教会のあれじゃない、うん、ってことはこう、謎は深まるばかり。帽子の差とかわからないよ、わかんないよね。いや、だって帽子かぶる習慣なしで男物だからさ、どういう帽子だったらどこに行く帽子なのかっていうのは。いや、じゃあ色合わせてみようよ。色の問題かな。ジャケットと帽子の色を合わせてみればいいんじゃない、まず。でもこれさ、この帽子こんな素敵なリボンがついてるやつで海で、だってただのスイフさんじゃなくて船長さんって言ってたじゃない。船長さん、そう、まずそれで合わせて、ズボンも色合わせて、靴も色合わせてみて。これ合ってるよね。うん、うん、合ってる。でもなんか完璧だみたいなこと言わない。いやいや、それは左が寄ってないから、あ、合ってないからでしょ。左2つが牧師さんと判事さんが合ってないか、あるいはその神父さんと牧師さんが合ってないか。あ、ドンキさん今適当にやり始めましたね急に雑になりましたねなんかもう数打ち当たる的な本当ですか。いや、これわかんないな。これどう、何をどう、3の5乗の組み合わせですよこれ3の5乗の組み合わせですよ。適当にいけるもんですかそれ。いや、なんかどれかいけるんじゃないかっていう勝手な思い込み。これでいいんじゃないの。あ、できた。何かこれでできたぞってことは、これ右は OK だ。靴が違ったのかな。手紙の問題。牧師と、
牧師と神父と違うとかそういう。いやー、牧師さんの帽子はもうこれで決まりだと思うから、牧師は牧師でしょ。ズボン？これ、え、これでできたぞっていうのはこれだけだよね。じゃあないのか。あ、意識揃ったさっぱりわからないままできたぞって言われた。うん、もうワトソンだけが分かってればいいんじゃないかなああ。で、ホームズがどんな格好をしてるかも、どこで見つかるかも分かった。地図を見てみよう。いやー、はいはい、もう少し分かりやすい服にしてほしかったな。消防士とかさ、警察官とか。ホワイトチャペル通りに行ったわけだね。ホワイトチャペル通りに行ったわけだね。いくらかお金持ってった方がいいだろう。ホワイトチャペルとか紙幣で多くが入手。ああ、情報を買うためにか。でお札どこにあるの？お金なんてここんちどこにあるんだい？どこに隠しているんだい？ここから持ってったらホームズのお金を盗んだことになっちゃうな。違うな、ここじゃない。あ、そこで、それあのさっきの槍じゃないの？これ道行く人を脅してお金を巻き上げる的ななんでここのどこかに自分の部屋に、ほらほらほら、お金、金持ってんじゃないか。こんな引き出しに入れてんの、財布っていうものを持ってないのかな。ホームズだホームズ金まで取っていくの？なんてやつだ、なんてやつだ、本当にもう、ただのガキンチョみたいななんて真似を。しょうがないな、ホワイトチャペル行くしかない文木さん、もうそろそろ2時間ほどやってるんですけど。ああ、じゃあそろそろホワイトチャペルに来たところで、じゃあここで一旦今週終了ということ。今週はオートセーブが入りましたね。じゃあちょうどいいですね。ちょうどいいところでここらで一旦休憩しましょうか。はいはい、それでは、ご視聴ありがとうございました。本日はこれにて一旦中断したいと思います。